俺の名前は佐竹博文。うわー、誰が今立てる。てか、なんでそんなところに。なぜか溶鉱炉に落下したごく普通の男だ。突然だが、俺は最近定職に就いた。週休2日、給料もそこそこ。やっぱり安定した生活が一番だ。勤め先は町工場だ。勤勉さも認められ、バリバリ働くね。好きだよ、仕事頑張ること。若い女の子。あ、ありがとうございます社長。セクハラ気質の社長からの社内評価もぼちぼちだ。そんなある日、佐竹くんは元商社マンで英語堪能なんだろう。はい、会話ぐらいはできますよ。よし、じゃあ一緒にアメリカに行こう。え、何しりですか。札だ。工場の事業拡大のためにね。あと本場のキャバレに行きたいんだ。まさか町工場で海外渡航があるとは。まあ自分のスキルが役立つなら嬉しいことだ。アメリカは何でもでっかいな、佐竹くん。大は小を兼ねる。初めてその意味を知りました。そして翌日の昼過ぎ、視察先の工場に向かう道中。おお、なんだ、銃声。物騒すぎる音。血の気が一気に引いていく。アメリカは銃社会。手を挙げて、僕たちがターゲットかは分かりませんが。なんちゅう国だ、アメリカ。こういう時は降伏を示した方がいいらしい。しばらくしたが逃げ気目は聞こえない。今どういう状況だ。え、後方を振り返った俺の目に信じられないものが飛び込む。そこにいたのは元気よく尻尾を振る犬。え、犬と銃。え、何これ。足元には銃口がこちらを向いたライフル銃だ。全く理解のできない状況だがあの犬が少し動けば暴発の危険があるのは間違いない。とりあえず銃口が向いてる方から外れよう。はい、犬を刺激しないようにゆっくり動きましょう。だが犬は突如銃の上で飛び跳ねる。そして着地の瞬間、ジャンプの反動で少し浮き上がった銃。その引き金を犬の足が踏んでしまい、銃声が鳴り響いた。次の刹那、俺の横を銃弾が通り抜けた。あと1センチずれてたら顔に穴が開いていたぞ。ほら、銃から降りてね。犬すらも銃を撃ってくるのか。恐ろしすぎる。ちなみにアメリカでは犬によって射殺された事件があったらしい。すると遠くから足音が近づいてきた。ソーリー、怪我はないか。男性に向かって犬も走っていく。どうやら彼が飼い主のようだ。すまねえ、護身用のライフルを出しっぱなしにしてたらこいつが引きずって散歩に行っちまって。そんなことがあるんですね。さて、早く工場に向かわないと。なんとら、日本人ってことはうちのアルミ工場の視察団か。え、そうです。と思いきや取引先との合流は済んでいた。彼に案内されアルミ工場に到着。これがうちの心臓、アルミ用の溶炉だ。すごい、まるで地獄の窯だ。町工場でこの規模のことをやっとるやつはいない。ビジネスチャンスだな。工場長はその工程を説明を交えつつ案内を始める。と言っても溶かしたアルミの使い方は一つ。アルミをプレス機で成形して他のパーツと溶接して納品だ。物がでかいから価格もでかい。ビジネスだ。まあ遠路はるばる来たんだ。一度作業を体験してみるか。体験ですか。技術は知っておくべきだな。そうして溶鉱炉の扱い方を教わる。アルミの融点温度は660度だ。それ以下になると固まり始めるため、適宜このパネルで温度を操作するんだ。やることそのものは案外簡単なものだ。だがその時、あれ、さっきの犬。工場2階部分を颯爽と歩く犬の姿を見かけた。町工場とかでは稀に見かけるが、この規模の工場では危なくないか。あれ、いいんですか。ああ、いいんだよ。あいつはここの主だから。自由だな。聞けばあの犬はああして我が物顔で工場の中を歩き回っているらしい。そういうことなら気にしないようにしようと。荷物取ります。作業に集中しようとした時だ。俺の視界に嫌なものが飛び込む。え、なんと犬が吹き飛んで転がり落ちようとしているではないか。しかも落下予測地点はこの工場の心臓であり最悪の場所。考えるより先に俺の体は動いていた。おお、どうした、佐竹。間に合え。ただその思いの一心だった。大丈夫か。紙一重、なんとか犬のキャッチには成功。だがその後は地獄が待っていた。次の瞬間、俺を襲ったのは熱いなんて感覚すら生ぬるい灼熱の地獄だった。頭の中は何一つ考える余裕もない。
そんな中で犬を溶鉱炉の外へ放り投げる。だが自分の目線はどんどんと下がっていく。もしかして足が燃え尽きたのか。佐竹、くそ、どうしたらいい。はい、温度を下げろ。しかも溶鉱炉の熱のせいで誰も近づいてこれない。このままでは溶けて死ぬ。死にたくない。まさにその時だった。捕まれ佐竹。溶鉱炉の方へ荷釣り用のチェーンが近づいてきた。これ以上灼熱に耐えうれるだけの体力は残っていない。この命綱を逃したら死ぬ。俺は持てる最後の力を使い掴んだ。俺はチェーンを掴み、体を溶鉱炉の外へ出した。するとすぐにみんなが駆け寄ってきた。佐竹、足がドロドロでよくわからん。救急車だ。そんなものを待っている時間はない。私の車で運んだ方が早い。俺の意識はそこで限界を迎え闇に落ちた。病院へやってきたが、俺の状態はまさしく最悪。溶けたアルミによって足が大やけど、皮膚はもう燃え尽きたと言ってもいい。ああ、これは今生きてるのが奇跡と言っていいでしょう。足のダメージからいつ死んでもおかしくない。まだ熱い水。足は回復も絶望的な状態らしい。しかし病院は皮膚移植に再生医療など尽力してくれた。すみません。実は僕お金が、治療費がですね。それなら心配いりません。佐竹さんが入院して5日経った頃に、紀藤という方から多額のお金が振り込まれています。いつか返せよとおっしゃっていたそうです。いや、一体どこで知ったのか。マジか。ありがとう紀藤。紀藤の協力があってのことだったらしい。非道で自分勝手なところもあるが、まだまだ行きたい秘境が山ほどある。貴様には一生付き合ってもらうぞ。これほど奴に感謝した日はない。そうして入院から2ヶ月ほどで、足が動く。こいつ動くぞ。まさに奇跡の回復だ。俺の足は再び歩くことに成功した。ちなみに俺と同じくアルミの溶鉱炉に落ちて、足に重度の火傷を負ったが、生き残った例が一件だけあるらしい。こうして上司に大幅に遅れる形で俺は日本へ帰ることになった。だけど今は工場で働くのは怖い。社長には悪いけど辞職しよう。その時だった。え？背後から聞いたことのある鳴き声が。そこにいたのは工場長とあの犬だ。おお、見送りに来てくれたのか。ありがとう佐竹くん。私の友人を守ってくれて、この恩は一生忘れないです。いえ、犬が無事でよかったです。泣いている彼を見ると、自分の行為が間違いでなかったと確信が持てた。今回はとんでもない目に遭ってしまったけど、それだって全くの無駄じゃなかった。それではお元気で。骨折り損じゃなかっただけ俺には十分すぎる。俺の名前は佐竹博文。今回もまた生き延びることができた普通の男だ。